家電フレンズ。どうもジャニー滝川です。そうだね、今日はなんか濃厚ニボなんとみたいなねやつを食ってみましたが、うまかったですよ。うまいね。濃いは濃いんだけども具合が悪くなる感じのやつではないし、そう麺もなんかね細い感じでうまかったですね、これはね。しかも粉状になった魚がめっちゃ入っててね、なかなかいいねということで、まあ950円するだけだったね。今の950ってまあまあ標準かちょっと安めかな感じもするよね。そうだ、なんか1000円超えるの普通になっちゃったもんね。ああ今本当に値上げの波がねしてまして、ね、親父がツルハドラッグで18円だったんだけど、ようね、ああ急に30円くらって38円くらいになって倍ぐらいになってしまったんですよね。えそういうことになるよね。で近くのマックスバリューみたいなやつだと20円だったね。まだあなるほどね、20円のもやしを買いましたね。ああ豆腐ももともと40円しなかったんだけど今62円になってますね、ツルハドラッグは。なるほどね。でまあ冷静に考えられないけど十何年か前の自分たちにフィギュアーツの標準価格は6000円から8000円くらいになったよって言ったらさ、絶望だよね。え2倍3倍じゃんみたいな。あまあでもフィギュアーツの場合まだクオリティも上がってるだけマシかな。ああなるほどね。フィグマクオリティ上がってないのに値段3倍くらいになってくる。あフィグマさんそうよね、 あんまり変化感じないよね。あ品質は昔のままなのにあれ1万とかするもんね。ねえだってふとペコリーヌとかキャルちゃんとか店で見てさ、ああ6000とかだったらって思ったら1万だもんね。ああそんなするんだ。しかも小さいし、まあね、昔の方が多分でよかったよ。ああなるほどね、まあ、幸い美少女ものが多いからちっちゃくてもいいっちゃいいんだろうけど、まあ、よほどちっちゃかったらちょっと違うけどね。ましてはフィギュア関連もね、ね何でも高いわ。そうなんだよね。プラモも高いし。そうだね、プラモも今2000円3000円が普通。3000円って聞いて安ってなるのも前までは違うもんね。30MS のシャニマスが発表されましたね。あなるほどね。あのフォアが1人で3800円ぐらいで、うん、他2名が首のみ2500円と、うん、体2000何百円とかね。あれ揃える人大変だね。まあそういうことになるよね。僕はもうほぼスルーできます。切りない、まあ、そうだね、あれさ全員公表された顔とかまだまだか。気になってるキャラがいてさ、あの総裁と組み合わせて制服版作りたいなと思ってるキャラはいるんだけど、はあ、その人普段とアイドル衣装の時って髪ショートとロングで違うんだよ。なるほど。ウィッグつけてる感じの、はあ、それさアイドル衣装で商品化されたらそもそも作れねえなと思ったけどさ、はあ、まだ発表されてないのか、はあ、まあどうなんだろうね。風やばいけどね。ね風やばすぎでしょこれ。車揺れてるよ。あでもあれなんだ、君ちょっとこれでいつも通りだねの感じではないんだやっぱり。まあ、普段よりは強いじゃん。ああそうか、青森ねここずっとこうだから僕は仙台もずっとこうよ。ああそうかそうか。なるほどね。最近風も強いんですよね。自転車に乗ってると危ないんですよ。あそうだよね。あんま乗れもしないし、だから乗れたもんじゃないよね自転車。だから車で煽られるんだもん。遠出がしづらくなっちゃったしね。なかなか世知辛い日々ですね。なんかありますかね。店に。ああそういうことね。リサイクルショップ。まあでも多分違うか。それとも寄ってみる。そういう感じじゃないか。一応調べないし。雰囲気的にはボンバー系っぽかった。ああなるほど。仙台にもああいうやつはまだちらほら。ボンバー系っつってさ、分かる人誰もいないよ。あ、そっか。違うんだっけ、ないんだっけ。ないよ、ボンバーは。あ、そうなんだ。普通リサイクルショップでしょ。
出てこねえわ。あー、 Google マップに出ないレベルのやつ。新しいのかな、それとも規模がちっちゃすぎて。どうなんだろう。あ、これかタックだ。タック、タック八戸本店。家電、あー、おもちゃもね、ある。おもちゃもありますわ、ありますわ。あ、ほんとあのぬいぐるみとか。あ、くらいか。あとディズニーのフィギュアとか。あー、そんな感じか。昔のレコードとか。なるほどね。まあ、だから本当にボンバー系だよ。そうっぽいね。うん、ボンバーの感じです。なるほど。っていうのは、まあ、昔やった青森のリサイクルショップで ね、今はあるよ、実は。 あ、まだあった。あるあるある、うん、あの、例の坂田模型の近くに。 あ、場所変わってる。そう、なるほどね。ただね、営業時間がなかなかに気合入ってなくて、はあ、土日もやってたか忘れたけど、はあ、営業時間は5時まで。なるほど。だから平日に来てる人はもうほぼいないね。はあ、まあ、僕ぐらいですね。5時に仕事終わったぜっつってもいけないし、僕なんなら5時半までだし、ああ無理だねってことで。ボンバーね、何に使うのってものを売っててさ、あの、なんていうの、切り下ろす前のめっちゃぶっとり肉の塊のサンプル。ああ何用なんだろうね。まあ、肉屋用なんじゃない。あー、飾りか。まずよろず屋ですかね。そうだね、八戸の、うん、武装新規があるのは間違いないけど、なんか今はねえかな。どうだろうね。安い感じで、安いのないと思うけど。ああ、トムとしてもそこに新仮面ライダーがあるとは思えんしな。東とかにはない。ないね。なるほど。なんなら東入ったら高そうだね。高いだろう、ね、1万ぐらいしそうだよね。まあ、ウルトラマンの時は普通に売ってたんだけどさ、うん、まあ、あれ発売から違ったってだしな。僕の場合ライダー、ライダー、仮面ライダーとか乗らせたのか。あそこの言い方もいいよね、ライダー、うん、仮面ライダーと名乗らせてもらう。だって多く裏切り者がほざかないでください。完成していたのですけどね。ちょっとやっぱ嬉しそうなんで、仲間増えたぜっていう。なぜ体の中で風の音が聞こえるんだ、教えてくれ。僕を連れ出した君なら何か知っているだろう。私が答えよう、先生。あれもさ、よくひょうひょうと言ってるね。なぜ先生はご存知なんですか。私が君を協力者に選び、私の研究チームが君を新たな体にアップグレードしたからだ。先生が僕を、素晴らしさがなぜわからんの、喜びか、喜びがなぜわからんのです。閉まりました。空中では圧倒的に私がフリー。フリー、あれさ、フリーっていう説もあるよね。あの、空中だと体がフリーになっちゃって、何もできないっていうことで、まあ多分フリーってあの本当にフリーなんだろうけどさ。バッタ君、丸町に行かないかい。あのさ、それ気づいたけどさ、昨日見た時に本もちょっとさ、怒ってて。あの、だってわざわざさ、バッタオーグーって呼ばれた時に、違う、僕の名はライダー、仮面ライダーと名乗らせてもらうってまで短歌切ってるのにさ、その上でバッタくんって言ってるからさ、違う、仮面ライダーだって怒ってたもん、ちょっと。その後も思えばさ、そちらの殿方とかさ、ずっとバッタ使えてる。ねえ。あと緑川の最高傑作とか、誰も仮面ライダーって呼んでくんないんだよね。ライダーとか行ったか。
ね、一文字が出てきてやっと仮面ライダーって言ってくれて、でも最後の最後には一郎兄さんも自分でこうマフラー巻いたりした後にこれでお揃いだっつって、仮面ライダー第0号タスクで、それが私のタスクですから、データさえ欲しければデータ、一番面白いのどれだろうね、まあでも大概データか、データK 出てきた、 KK 未使用車線問題、ああそういうこと、軽いの K ね、うん、画面だと K だけ切れてるよ、うんうん、未使用車専門店まで映ってんじゃんこれ、うん、K ってでっかく書いてあるんだよね、そんなね、あ、洋車専門店までしか映ってないわ、なるほど、裏切りほやほやかよ、あ、ね、あいつのセリフ面白いね、確かに全部殺すの決定ね、僕が一番好きなのは、そんなやつ知らないって言われた後の、じゃあ今から知って今から知って、まあ、あいつなんかセイバーとかに出てきそうな感じで、あ、ねえやつ、デザストで、そう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 、デザストよりごめんなさい、ねえ、カモ先輩好きだったんだな、あらら、マラカスを振ってるのかしら、ねえ、てさ、KK ウォグってさ、K にも優しかったね、ああそうだ ね, ね、誰と会話してんのかなと思ったらあいつだったんだよね、え、で喋り口 K に対してはさ、ああ普通に喋ってたもん、あんなやつの感じじゃなかったもんね、ああ K 人間のあれを覚えたのかいみたいな、ああはい、私も何とかしてみることにしましたっつって、私としてはなんかこう戻ってきてくださると嬉しいんですがっつったら、ごめんな K、 やつらは戻ってこないよっつって、もうなぜです、僕が始末するから、僕がシャキッと始末するからさ、あ、優しいやつなのかなって思ってたら、うん、お前を殺すの決定みたいなやつだったら、うん、超絶素敵カマキリマスクな、いや面白いし、仮面ライダーやっぱりね、傑作だな、で、あんなさちょっとずつしか出てこない敵に対してさ、うん、ここまで語ることあるから、ね、そうよ、KKO がさ、あいつ戦い方絶対間違ってるね、初っ端になって透明のなんで、なんで捨てたんだろうね、あれ、やっぱり裏切り者に対する怒りがね、ああったのかな、あれだってカマキリカメレオンとは言うけどさ、うん、カメレオン要素ルリコ殺すのにしか使わなかったってことだもんね、うん、その後ただのカマキリがあいつ、うん、いやーオーグも賑やかしてほしいですよ、ね、あ、ハイグレードだからオーグ出したいんだよね、そうだよね、ね、でもプレ版だな、多分出るの、そうなんだよな、なぜか新カメラならプレ版にやたら送られるよね、まあいっぱいいっぱいで買いづらいけどね、まあ確かにそう、当てなきゃダメだし、うん、てかあれそれ思い出したけどさ、うん、今実際撮影で使われたクモオーグのマスクとか青森市に来てるんだよ、ああ、あの、あ、そう、庵野秀明店、うん、駅にあってる、ほんと、うん、展示がね、そういう、やるよっていう、なるほどね、うん、そう、来週の土曜にね、チャペルさんと行く予定だけど、なるほど、チャペルさんからもやっぱり出てて、あの、だから君と会うことなんか被って、開催日と、うん、で、もしあれだったら君も一緒に行くっていう線もあるけど、どうだいっつって、まあ君ちょっとあんま庵野時代にいいわっていうのがあれで、で、あれだったんだけど、チャペルさんにそれ伝えた時に、チャペルさんも、うん、もしあれだったら、レンチ君も一緒に行くってなってもだいってやっぱ出てたね、でまあ、ただちょっとこうあんまりいいってことだったんで、見て、宮下か宮さんのドキュメンタリーをそういうの、ああ、見た見た見た、うん、知らないシーンいっぱいあったでしょ、ねえ衝撃受けるよね、ああ、あのドキュメンタリーで映ってるシーンほぼ本編で使われてるとこないからね、えほぼなくてちょっとぐらいはあったかな、まあ、確かにさ最初の方さ、頑張るぞーみたいな感じだった、うん、最初すごいみんな盛り上がってたんだけど、ね、どんどんなんか悲しい感じになっていく、ああもう池松壮亮も最後の方さ、どうせまたやり直しでしょ、どうせやり直しでしょ、実際そこのシーン確か使われてないよ、あー、なるほどね、うん、まあなんか要するに本当にぶち殺す感じの
気迫が欲しいみたいな、ね、アンナの思いはあるんだけども、うん、なんかその表現が、まあ、どうして嫌だっていうのは誰も分かんないんで、ね、困ったねっていうのをずっとやってる。あ、最後の殴り合いは最終的に役者に全部丸投げすることになりました。あ、ね、あれだ、ドキュメンタリーに含まれてたやつじゃないけどさ、うん、公式側の小出しにしてる撮影映像みたいなやつでさ、うん、ね、2号の腕0号が折るところのさ、うん、レーってなるとこあるじゃん、うん、あれの NG シーンちょっと面白かったよ、うん、あの要は思いっきり腕こう巻き込んだ状態で上にグンって上げることで、うん、2号の腕をバキッと折ってレーってなるじゃない、うん、そのレーってやった時にマスクバッと取れて、うん、思いっきり中の人出てくるっていう NG シーンがちょっと面白かった、うんうん、あれどうなんだろうね、あの僕初見の時に思ったのが、うん、戦闘員がいいって言わないから、うん、あそこで一応ショッカー、俺が言っときましたよ、そうショッカー出身の2号が言ったのかなって思ったけど違うかな、うん、なんか結構意識していいって言ってるように聞こえたんだよ、うん、あいつ強いなあ、ね、あいつ玉座破壊しても強えなあ、さすがルリコさんのお兄さんだ、賞賛はあるのか、ああ結構ガチめのふざけんなって顔してる、うん、あるなら頼むから先に言えっつってめっちゃ思ってた、うん、いやー傑作ですよ進化あるレイダー、ほんとね、あんな面白いことあんまないと思うけどね、なんでみんなあれがわからないのですか、全くほんとそういうことだよね、うん、なんでわからんのですだよ、不思議だよね、なぜ分からんのです、うん、まあみんななんかやっぱり CG な時点でダメみたいな人も結構いる感じするね、ね、うん、ただねあれね CGCG 言ってる人ほどよく分かってねえなって思うところはちょっとあって、うん、実写にしか見えない CG 結構多いんだよね、あの雲の腕とかね、そう、うん、なんならあのライダーキックであの雲をぐバタバタバタってなってるあれも全部 CG らしいからね、うん、でしかもだけど戦闘員の身長揃えてるとかさ、ああそういうのもね、やっぱりあのショッカーライナーとかが普通悪目立ちしてんだろうね、あれは本当にしょぼいもん、ああのプレステのゲームみたいな、そうなんだよね、プレステのゲームみたいなアクションシーンなんだよ、ああみんな同じ動きでブリンブリンってきて、あね、ああマシンガンダダダダダダって、そうなんだよね、でもあれも何回か見ないと割とあれもいいんじゃねえのって感じするけど、ボン、なんなら割と結構好きよあれ、疾走感あるしさ、あのヘルメットをずっと打ち続けるところとか、あね、うん、あの周りでずっとぐるぐる回ってんのもちょっと不気味でいいしね、うんうん、よくわかんない長野ゾンビみたいな人出てきたね、うん、ゾンビみたいな人よく見たら普通に目とかあったよ、あ、目まで見えてるっけ、うん、口元しか見えてないイメージだったけど、普通に人の顔にはなってる、ああなるほどね、ゾンビっぽい人ゾンビっぽい人もまた CG っぽさがすごくてさ、あーまあね、あーって感じになる、大量発生型ソーレイバッターオーグめっちゃ言いたくなるやつ、昼間の戦闘シーンもあったというね、スーツあったし、多分本編ではあの横に並んでるとことが多分普通にスーツなんじゃないの、あーなるほどね、イチローの周りにいた時とか、あのルリコ死んでショックだなってなってる時にあの後ろ立ってたやつ、 あと多分最後の一応ナミで暗闇で戦ってるとこも多分多少はスーツなんじゃないの、あ、ほんと僕はなんかフルの CG かなって思ってたけど、うん、どうなんだろう、あれさ昼間の戦闘シーンは配信かなんかで使うっていうことないかな、あれ多分本編の流れ的にあれ入れるとこないんだよ、あんま浮かんでこないよね、うん、あんな昼間になんかやるようなとこないもんね、ね、移動中に、まあトンネル入る前か入った後に本当はあったのかもっては思わなくもないけど、うん、なんか停滞感が多分あれ入るとそれはそれで出る感じはするけどね、あーもうそのバイクアクションの勢いで一論とか乗り込むと、うん、確かにね、でもそういう事情があってカットされてるところも多いんだと思うけどね、ああね、うん、あと何
ってあったと思う。ああ、結果必然的になんか CG やってるとこが多く残らさってしまったねみたいな。ああ、まあそういうことかもね。そうはあるかもしれない。さあ、ディケイドいいんじゃん。しかも使われてるロボがさ、うん、あれなんだね。ディケイド、ガンタンク、あれ、通海王、通海王、台風、うん、ズゴック、ガンダム、通海王、しかも2種類やる方、両方。え、てか、あのシーザーのフィギュアちょっと欲しいんだけど、うん、あの右下の、うん、ベッジとルフィとシーザーね。え、シーザーのフィギュア欲しいな、うん、売ってんのあんま見たことないけど。確かにないですね。え、てかあれか、この放送でシーザーって言ったらなんかジョジョ浮かぶかもだけど、あのワンピースのね、うん、ドラゴンシーザー、あ、それも浮かぶよね、うん、通海王とか言ってたし、うん、ミニプラのドラゴンシーザー作って結局大獣人と合体させてないです。ああ、あれの変形面白いよね。胸開いてさ、うん、開いてっていうか閉じてか、うん、まあ、閉じたり開いたりして、うん、航空音あんじゃん。だって超高熱こうなんだっけ、あのドラゴンシーザーの歌のドーダーのやつ、超なんとかこうなんだ、ドーダー、超電磁こうだ、なんだっけ、あ、ツタヤ、なんで、あの自販機の後ろにツタヤって書いてある。ほう、あの真正面の、ほんとだ、ツタヤのやつあるわね。え、ちょっと待って。じゃあまた会いましょうね。さよなら。よーみんな、フランキーだぜってことで、ええ、ウルトラマンレグロス、レグルス、レグルス、多分レグルス、うん、レグルスだが優勝。300円でした俺が。これでもかっこいいよね。ああ、本編を見たことないから何もわからないけどね。で、あと買いましたね、武装神器のアスカ、5800円でした。メルカリで4400円くらいだと思ったんだけど、うん、墨入れ墨とか書いてあったから、あ、なるほど、なんもない普通のやつの方がまあいいかなっていうことでね。なるほどね。アスカ買いました。これでね、だいぶ僕の武装神コレクションも増えましたよ。そういうことになるよね。ああ、これ箱でかいから持って帰るのめんどくせえけど、まあいいんじゃないかい。ああ、エコバッグに入れて、まあこんな感じです。そしてね、もう一個買いました。なんだい。コカ・コーラでした。これ110円で安いじゃんと思って買ったら、うん、あの 350ml のやつでしたね。単体だとそんなにちっちゃく見えないけど、つまりこれ普通のと比べるとどうだい。あんなかそんなちっちゃく見えない。あ、ちっちゃいのか、細いんだね、ちょっと。なるほどね、うん、まあ今の時代はもう安く買えるペットボトルなんていうのはないよ、これしかないよ。ああ、世知辛い世の中ですね。本当だよね、うん。ただ前 500ml で、まあ、スーパーでは84円だったよ。ああ。今 700ml105 円とか。なんかね、このサイズで84円とかそんな感じだった。ああ。このペットボトル 350ml って本当にこれ意味あるの？これで喜んだやついるの？どうだろうね。いくらその前と同じ値段で買えるっつってもさ、うん、小さいじゃんね、うん、飲み切りサイズっつってるけど別に 500ml でも飲み切るじゃんね、うん、まあ大変ですね。で、ペプシーは今84円ぐらいで 500ml とか。そうなんだ、うん、去年は62円ぐらいでしたけど。ああ、それはペプシコーラさ、うん、スーパーであの券ついててさ、うん、券使うと100円絶対戻ってくるみたいな。なるほど。やってたけどね。すごいね、うん、ペイペイかアマゾンギフトでもらえるみたいな。なるほど、うん、そんなことが、うん、でもペプシって確かにさ、うん、なんかコカ・コーラに比べるとちょっとこう劣勢のイメージはあるよね。そうだね、隠した感がある。あ、好きだけどね、うん、僕は普段飲める際のペプシコーラではあるけど、確かにペプシの方にしかない味ちょっとあるよね。ああ、ペプシ感のある味。そう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 、コカ・コーラはなんか定番のコーラだねみたいな、ね、ペプシコーラはペプシコーラだぜみたいなね。
ペプシコーラ休館バージみたいな。あったね。昔あったけどね。なんか、そんな土地狂った味もあったね。キュウリ味。飲まなかったけどね。ああ。飲めばよかったからね。飲みはうまいかもしれないからね。キュウリの後味らしいよ。微妙そうだよね、そう聞けばさ。キュウリ別に嫌いな野菜とかじゃないけどさ、キュウリ味のな何かを食いたいから。ねえ、ジュースからその味されてもさ、うん、困るよね、多分、うん、僕だって納豆好きだけど、納豆ジュースにされたらさ、うん、飲まないもん、多分、うん、納豆ジュース、納豆味のうまい棒だがあったけどね。あったね、嫌いだった。ああ。嫌いな味のうまい棒ベスト3。そんなにないんだよな。そもそもあんま食ったことないわ、あの変な味のやつ。確かに僕が嫌いなうまい棒の味は、まあ1位納豆、うん、2位ピザ、ピザ3位明太。嘘、うん、明太なんてなんか人気上位の方じゃない。 あんま食ったことない。あ、本当？食いたいと思わなかった。あれ紫色のパッケージでさ、ね、まずそうなんだ。バブさん、明太はさ、好き好んで食う方のベスト3に入るぐらいかもしれない。じゃ食えばうまいね。え、食いたくなさ上位だったね。あ、まず子供の頃明太って言われてもないか分かんないし。そうか、確かに、ね、で紫色でハゲの博士がヤバいみたいな顔してる。あ、そうだね、うん、あれうまいよ。なるほど。好きなうまい棒ベスト3は、まあ、たこ焼き、うん、野菜サラダ。ああ、なるほど。三、うん、位がまあ、なんか忘れてる気がするね。なんかうまい味がもう一個。なるほどね。まあじゃあとりあえずとんかつソースでいいや。なるほど。あ、嫌いな味まだあった。チーズ嫌いだもん。そうなんだ。最悪レベル嫌い。あれ1位だな。カールみたいなもんじゃない。カールもチーズ嫌いだもん。あ、そうなんだ。あれ逆にさ、カールなんてチーズが大メインじゃん。あれ薄塩が一番うまいと思ってる。ああ、なるほど、うん、そういうこともあるか。カールのチーズ嫌いだね。なるほどね、うん、ていうかチーズ味のお菓子嫌いだわ。あ、ほんと。チーズそのものは別にまあ食えなくはないんだけど、うん、チーズ味の食い物は嫌い。あ、そうなんだ、うん、なんでわざわざチーズ味にすんのよ。うまいと思うけどね。チーズ食えばいいじゃん、それ。ああ、なるほどね。チーズもまあ別に好きでもないけど、あ、ハンバーガーとかに入ってるチーズ嫌いだけど。そうなんだ、うん、逆にさ、うん、今の理論で言うと、うん、たこ焼き味もじゃあたこ焼き食えばにはならない。ならない。なるほどね、うん、チーズってさ、チーズの主張強すぎるからさ、何に入れてもさチーズの味すんじゃん、うん、それがムカつくんだよ。なるほどね。マクドナルドハンバーガーが食ってもさ、あー、チーズ入ってるともうチーズの味が一時すんじゃん。あー、邪魔だなと思って。あ、そうなんだ、うん、じゃあ本当にチーズが好きじゃないんだ。そう、チーズの、まあ、別に、なんだろう、チーズのあのネチャネチャする食感は嫌いだね、まあ、あー、なるほどね、うん、チーズ味のする食い物も嫌いだわ。じゃあチーズダメだね。まあ、食わないと殺すよって言われたら別に全然食わない。あー、チーズ小1の頃までは好きだったんだけど。なるほどね。なんか急に嫌いになったね。あ、 あれだね、食わなきゃ殺すような理論で言うとさ、ああ多分虫でも食えるでしょ、多分。まあね、殺されるってなれば。ああ、なんか例えばなんか旅館とかに行って、ああ、残しちゃいけない空気のところにチーズあったら。ああ、まあそうだよね。ああ、納豆はそれでも残す。あ、納豆、そうか、そんな嫌いなんだっけか。ああ、そうか、嫌いだよ、納豆。え、今さ、僕それでさ、まあ、食うな、食わないで殺すってやったら食うよ。どこまでいけんのかなって試そうと思ったけどさ、ああ、そう、まあ、納豆今残すって言ったからもうあれなんだけど、ああ、旅館の残しちゃダメな空気で虫入ってたらどうするって。それ虫食わないよ。ね、虫料理が入ってたらどうする。ああ、食わないでしょ。まあ、まあ、イナゴだったら食うかもしんないけど。ね、食うものとしてあるやつだから。そう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 、まあ、食えばうまいのかもしんないしと思って食うかもしんないけど。ね、うん、イナゴ食ったことないね。ないないない、僕もないよ。食う機会がないもん。な、どなしてんだろうね、エビ。わかんない。エビ、イナゴの佃煮だから、まあ佃煮味がするんだろうけど。あー、うん、佃煮もあんま食わないしな。好き物なんて虫食いたくねえしね。あー、コオロギとか誰が食うんだろうね。ねえ、今でも粉にしてどんどん食ってるらしいよね。粉にする手間かけんだったら別のもん食えばよくない。ねえ。
なんで虫に行ってんだろうね。うん、コオロギ食いたいか。無理だよね、うん。食いたいから食うもんじゃないんだろうけど。ああ。そんなすぐじゃあコオロギ食うしかないに行くの。おかしいよね。確かにそこあったら他に。ねえ。え、何を企んでんだろう。ね。ね。虫人間にでもする気は。ああ。怖いなぁ。ね、コオロギ。ねえ。うん、上で食ってくんねえかな。はん。コオロギ食えって言われてもな。ねえ。子供吐くよね。うん、あ、じゃあ、100歩譲ってコオロギ食うにしても、粉にするっていうのはまずよくわかんないよ。ああ。粉にしないと食えねえって言ってるようなもんだから、ね。そうだよ。食えつならそのまま食う前提で考えないとね、ずるいと思うよ。なんかちょっとさ、あのさ、閲覧注意の耳バージョンってなんていうのか分かんないけどさ、うん、ちょっと視聴注意難しいな、うん、これを聞くことによってさ、うん、あの話聞いただけで一生のトラウマになって、うん、そのものが食えなくなったっていう人もいるらしいんだけどさ、うん、そんな話していいかな、うん、これなんかさ、万が一、まあ、君もそうだし聞いてる人もさ、ああ、まあ、別にボブさんが口で言う程度のことならって聞いた結果それ食えなくなったらちょっと重大だよね。はは、濁すか、はあの、かまどま踏んづけちゃったことある人いるらしいんだけど、踏んづけた時の感触が、まあ、とある感触で、その表現に該当する食い物を食うたびにそれを思い出すようになったっていう話が。コウモリオーグを踏んだ時の感触の、そうめちゃっとしたやつが。そう、その感触、まあ、例えばね、コウモリ用具を踏んづけた時の感触が、なんかグミ踏んだみたいっていう。で、以降グミ食うたびにはコウモリ用具踏んだ時のやつだって思うようになったみたいな、そういう。思えばさ。グミの羽の成分はエビと同じみたいな。ねえ。それ系だよね。そう。エビとゴキブリ成分的には一緒らしいからね。成分が同じだからなんだって話だよ。ああ、まあ。でも確かにさ、事実上同じものだったら。ああいうパリパリ感なのかなみたいな。ねえ。じゃあ食えるじゃんって言われたら確かに、おーって反論できなくなっちゃうけどさ、まあ、キモいちゃんってことになるけどね。コウモリオーグ踏んだ時の感触。思えばコウモリオーグもさ、うん、なぜ誰もわしを認めんだったからさ、二人連続でなぜわからんのですけど、うん、まあ、ショッカーってそういう連中の集まりだよね。え、そういうことだよね、うん、そういう連中に援助してる組織だよね。え、あの人たちを楽しませることによって人類は幸福だよって、うん、あれだもんね、ヒロミも残念ルリルリに殺してほしかったのに、ああ、うん、銭湯って終わんなかったっけ。わかんない、まだやってんじゃない。あれおかしいな、まだか。でも選挙の紙来てないけどね。ああ、髪来てたら絶対上がらずだけど、来てねえわ。じゃあまだなんじゃ、仙台は。そうか。うん。でも勝手に青森のやつ終わったと思ったけど違うのか。ほん。これ、なんか非市民って言われそうだけど。こっちも。終わったと思ってたということは言ってねえだろうってことになるけど。そう。僕は事前投票で毎回言ってますよ。あ、選挙は。そうか、行くんだ。行ったからには何文句言ってもいいですよ。なるほどね。それだけのために言ってるよ。なるほどね。だからもう入れたくなかったらもう無で出してる。ああ、なるほどね。うん、全員クソっつって、あ、なしって書いて出してる。なるほどね。うん、それそれで文句つけられるんだろう。ああ、どうなんだろうね。白票を出すとはみたいな。でもさ、白票を出すことによってさ、うん、出そうとはしてるけど決まんなかったんだぜって。お前らがクソなのが悪いんだぜ。まあ、まあ、仙台市長選白票出したよ。まあ、もうそこまでクソとまでは言わないけど。どっちも候補者のクソ。ああ。うん、どっちも入れないね、もう選挙絶対。なるほどね。基本的にさ。ああ。クソなのしか入れんだから。なるほどね。誰に入れても無駄だもんね。ああ。無で出すしかない。なるほどね。選挙戦隊ダメだね、多分選挙で決めるんですよ。なるほどね。あれ、ハードル見ないよ。あの、あれでね、間違って飛んだね。うん、相変わらずこの辺の立地はよく分かってないんだけど、うん、
然わかんないわ、誰あのブックオフ入ってるここのことじゃなくて、ここは違うじゃん、ここあれだよ、曲がるとあるな、それだ、あ、そう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 、そうだよね、そうだよね、アクロスシンフォニープラザ見てるやつじゃん、本当に出てきた、あ、でも本当だ、シンフォニー、あ、本当だ、うん、シンフォニープラザって出てるわ、いけないよ、いけないね、世界観にないからね、でも地球っつってんだよね、俺は邪悪の丸松天守ギだ、もっとそばを出せ、あれ邪悪として振る舞う意味のなさやばすぎですからね、もうそこであいつについていけなくなっちゃった、なるほどね、1話でのみ許されるやつだよ、あ2話以降のシチュエーションであれをやるメリットはない、まあ、シールド王たちに悪態つくことによって悪い、悪くなるだけだ、悪いやつだから俺を国に連れ戻せって、ああ そ, うだ、ね、その次元まだいいよ、確かにね、今やる意味ないよ、ああまあそうか、話こじれさせてるだけだよね、邪悪の王、邪悪の王、いや、たまに賞金戻るね、レインボージュルリラ、レインボージュルリラって語感嫌いすぎて、ね、終わんねえかな、あれの話、ああ耳になんか嫌な不快感残るネーミングじゃない、ね、レインボージュルリラ、多分もうジュルリラの部分が知らない感じするね、でなんかただのうまいもんかと思ったら重要アイテム臭いのもやる、そうね、確かにね、食ったことでなんなら能力発揮できてる説あるよね、ああなるほど、うん、それは思ってなかった、そんな感じでした。なるほど。